青白王子が言ってんじゃん。知り合い青白王子知り合い知り合いじゃないよ。でも、でも気にしない。自分の会社持ちたいよね。何やんの？新成人ユータビーのグッズを販売するしたい。誰が買うの？一応フォロワーの今なんか自分で作って売れるの？売れるの？自分で作るんじゃなくて中国とか台湾とかああいうところで作ってもらって、うん、帽子とかパーカーとか靴とか。結構なんかあっちので有名なの？知らないでしょ。だから知らないからグッズ売ったって意味ないよね。まあで朝起きて何か瞑想してどうするの？その家で弁当買って、うん、朝と昼一緒に食っちゃって昼は食わない、夜はカップラーメンと UFO 焼きそば。で行動してないんだ。それしか買い物とか行かない、行かない。それ以外何もやってないの？瞑想してる。あと朝と昼と晩に金星人の仮面かぶって、うん、挨拶。でみんなから何て言われてるの最近？ Like me me like 外人だと思うけどね。いきなり like me って言われた。 me like あれだよ、 TikTok の中の、うん、あのバイバイとかの分かってるでしょ、うん、あれのコメントがちょっと入れられるんだよ。2500人登録人数になって何かあるの？100人と何か変わる？かいっぱい来るね、コメントが。なんだっけ、あといいねとか。何だって来るのコメント？いろんな笑顔マークとか、うん、それ返して。ファンはいるの？一番のファンってよく俺のやつ全部見てくれる人が何人かいる。すごくないですか？全部見るのに何時間もかかるよ。400以上登録してるから。トラックの運転手の人が行って全部見てくれてる。結構何10人ぐらいいるよ、そういう人が。でこの人何やってる人っつって相手は分かってるの？俺あのプロフィール書いてあるから。大道芸人でストリートパフォーマンスやってます。で大道芸人で今何ができるの？俺は座って、今まで立ってたけど座って動かない。じゃあやってみて。いるだけ。こうやって全部来て、うん、上から全部来て、いて TikTok 見てるだけでよく見てくれた人はよく分かるじゃん。こうやって手を振って終わり何年前と待ってるかそれでも、ま、何年前よりもいいよ今の。何がいいの？反応が。反応がね。反応がね。よく分かってくれてる人がいる。クリスマスに会った時ケーキくれたよ俺。誰に？マジで？イケメンのお兄さん。わざわざケーキ買ってきてくれて。じゃ君が仮にうちのところに来てくださいって、例えば誕生日会とか、ああパーティーに来てくださいってゲスト。何やるのこっち？いるだけだよ。ぐるぐる回って挨拶するだけ。なんて挨拶するの？ハロー。相手日本人のおじさんだったら。相手こんにちは。おめでとうございます。いや要するにありがとうございましたっていう人いるじゃん。あれしかできないじゃん。ああいう感じなんだよ。でもやればって言われれば歌も歌うし踊りもやるし。アトムって知ってる？ありがとうございます。歌歌ってやつどうしたんだ？だって乾杯歌えばいいじゃん。ちょっと歌って。乾杯いや下手でもいいんだよ。いいよ別に。で呼ばれたらどうすんだよ。だって本当に呼ばれる、なんかをやってほしいから呼ぶんでしょ。ただ座ってるだけって。でもあんまありがとうございます。いやだから有名になってればそれでいいんだよ。でも今だって呼ばれるかもしれないんだよ。だって俺だって言われたんだよ、あの誕生日にちょっと呼んでくれないって。嘘。そんなことあるんだよ。すごいじゃん。自分ね。どこで？だから俺の知り合いで、あ、同じ共通の人がいて、あの誕生日だからちょっと呼んでくれるって。金星人？それはすごいね。で呼んだ時に何やんの？だって一応挨拶して。挨拶回りじゃん。挨拶回りでありがとうございます。キャンドルサービスどうやって回るんだ？だってキャンドルサービスして。えキャンドルサービスで何とかあって紹介されるかもしれない、しんないじゃん。金星人呼んでいいですって出てくるじゃん。待ってヒゲダンス。ありがとうございます。みんなの幸せを願っております。でどういうふうに挨拶回りするの？
ちょっとやって。片っ端から。その場で今回ったとして。一番メインの人は最後にして。一番最初の先頭の人今回った場面だとすんじゃん。うんうん、なんていうの一番。あれ？もうこうやって。誰でもこうやってやるよね。さあ次行こう。近いうちか近いところから全部回す。その二人目は何やんの？え？二人目の人に。挨拶ね。だから言ってはこう。俺やられたことあるんだよ。五人ぐらいのグループにこうやってやられてこうやってやられたことある。でなんで返した？俺でただ見てただけで。で一番最後のメインの人にはどうするの？メインの人には握手だよ。ちょっとやってみて。波動の交換。相手がやんなかったら。やんなかったらこれ。でステージに戻って。誰やの？ご多幸をお祈りいたします。で例えばこの人に、ね、来るんだったら5万払いますって言われてんだよ。ああどうするの？それはギャラでもらいます。ギャラがこの人に5万払うから来てって言われて、そしたらどうするの？一番最初。一番最初マジックの人だからマジックで OK だけどね。で5万ギャラももらって、じゃあ次にスペシャルゲストなんですね。金星人呼ばれちゃったらもう。で最初何やった？挨拶でしょ。どうやって入場してくるの？みんな笑うよね。で選手の真ん中立つよね。何やの？ありがとうございます。でその後は気をつけレイ。違って。それで終わりじゃないけど、世界が終わるまでは歌うよ。どうやって？世界が終わるまではいきなり一曲歌いますって言って、で終わって開ける人もいるし拍手する人もいるし、その後はありがとうございます。でここそれでみんなに挨拶してキャンドルサービス、結婚式の場合はね、キャンドルサービス、なんて言ってみんなに挨拶するの？1問目ありがとうございます。